おはようございますす高野雲です今回ご紹介したいアルバムはですねテナーサックス奏者リッチー・カミューカのアルバムでリッチー・カミューカ・カルテットというアルバムを紹介したいと思いますこれはですねレーベルはモード録音は1957年の6月ハリウッドで録音されてますね、まあ、ウエストコーストジャズを代表とまではしないかもしれませんけれども、まあ、ウエストコーストジャズを語るには欠かせないアルバムかもしれませんねパーソネルですがリッチー・カミューカがテナーサックス カール・パーキンスがピアノリドイ・ビネガーがベースでスタンリー・ビーがドラムスという編成ですねでねこれジャスト・フレンズとかねあとはチェロキーとか結構ね有名なスタンダードナンバーも演奏されてますねあとマイ・ワン・アンド・オンリー・ダブとかねだから聴いててとても心地よいですし親しみやすいアルバムなんじゃないかなと思っておりますで簡単にリッチー・カミューカのプロフィールを紹介しますとですね1930年の7月23日にですね ケンシルルバニアア州のフフィィラデルフィア生まれなんですね。1977年の7月22日にロサンゼルスで亡くなっていますが、えー、彼はですねスタンケントン楽団にいましたでさらにウディ・ハーマン楽団にもいましたウディ・ハーマンって言っちったかなウディ・ハーマン楽団ですねあとはあのシェリーマンとも共演してますしショーティー・ロジャースとも共演しているというねもう名だたる人たちと実力者たちと 共演することによって確実に実力を蓄えてきた人なんですねそれで多分この人のプレーを聞いているとですね濃厚にレスター・ヤングの 影響が感じられるんですね。とてもウォームででメロディアスって感じなんですね。例えば同じテナーサック奏者で言えばジョン・コルトレーンの場合は音を詰め込む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 タイプだとするとこの人は抜く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 って抜きまくるわけじゃないんですけれども詰め込むよりはうまく抜いて間を生かすみたいなそういうですねセンスの良いプレーが光る、えー、テナーサック奏者だと思っております。 でこのアルバムはですね、もうジャケットご覧の通りですねこう親しげな表情でこちらの方に笑いかけてるじゃないですかまさにこういう内容です温かでまるでこちらに語りかけてくれるようなそういうテナーサックスを吹いてくれているんですよね。いや特に私はですね「マイ・ワン・アンド・オンリー・ v ブ」っていうね、スタンダードナンバーこのバラードプレイがとてもですね 心地が良いんですよねストレートなプレーで本当にね感動してくださいって気合を入れて吹くんではなくてさらりと 吹くことによってこちらにもさらりとした感動を与えてくれるってそういうテナーが楽しめることができるんですねあとはまあアップテンポのチェロキーなんかも軽快に乗っているので結構チェロキーってテンポ早くてアドリブが難しい曲ではあるんですけれども全然そんなことをですね感じさせない軽やかさみたいなそういうことが感じられる素晴らしいテナーサックス奏者だと思いますまあ、あまりね 有名なアルバムじゃないかもしれませんけれど、まあウエストコーストジャズ好きの方はね多分あのライブラリーにストックされてるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、とにかくですね、まあ、大名盤ってほどではないですし歴史を揺るがすエポックメイキング的作品っていうわけでもないんですけれどもとてもね心地の良いテナー・サックス奏者なのでぜひですね聞いていただければなと思いますでセンスが良すぎじゃないところもいいんですねなんか言い方変な言い方ですけれどもつまり微妙にですね ま、これが親しみやすさの源泉だと思うんですけど、ちょっと本質的に野暮ったいところあるんですね。彼ね。だそこがかえってフレンドリーで親しみやすいところが、あのこのテナーサックス者のですね。特徴なんじゃないかなと思うんですね。リッチーカミューカ。まあ、それほど歴史に名を残したジャズの歴史に名を残すようなね。大御所テナーサックス車ではないんです。けれどもこういうね。 さらりと日常的に気軽に聴けるだけどコクがあってですねさらりとまあ割とさらりとしたプレーなんですけどよく聞くとコクもあるみたいなねそういうねプレーができるセンスの良いサックスをしちゃって意外と。 いそういった意味ではとても貴重だと思いますし、まあ、何しろねスタンリー・ビーとリロイ・ビネガーのリズムセクションも抜群ですしあとカール・パーキンスのパキパキとした歯切れの良い、ね、ピアノも良いのでリズムセクションもとても極上ですのでその上に乗ってね、気持ちよく吹いているリッチー・カミューカのテナー・サックスぜひ楽しんでくださいということでまた別な動画でお会いいたしましょうさよならバイバイよ